さあ直線に入りました。これからの勝負、先頭はダンシングカラー。残り 200m 第1ルビー伸びてきた。残り 100m 第1ルビー先頭、2番手は雪のサンライズ第1ルビー今ゴールイン。段違いの強さです。第1ルビー1着、2着はパワチシルキー第1ルビー見事1番人気に応えました。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭変わりました。先頭はリトルアレグロ、リトルアレグロ先頭、2番手は竹のベルベット。先頭を捉えるか、あと 200m 先頭は竹のベルベット。リトルアレグロ必死に追いすがります。2番手はリトルアレグロ、竹のベルベット。1着竹のベルベット、完勝竹のベルベット。1着、2着はリトルアレグロ、これは物が違う竹のベルベット。先週の牝馬の G1 に続き、今週は朝日杯フューチュリティステークスです。スピード、素質、そして完成度が問われるこのレース。ここを制して来年の春の主役に名乗りを上げるのはどの馬か。さあ最後は大外枠の AP ジェット、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。まずは先行争い、何が花に立つでしょうか。ニホノブルボン前に行きそうです。大鳥コンサート、これに続きます。その外に AP ジェット、オリーブブルー、そのうちに続いています。内からはナチカネルーズ、アイヒアトラクト、そのうちに続いています。内からはキャリスタフレイム、並んで2番鳥海デイブ、その外にレイシンクリフ、さらにはエリモアトラス、並んで8番ヤマニンミラクル、アサカリジェント、この馬もこのグループ。内からはツキストロング、その外からスパークフラット、赤の帽子、岸マサル、その後ろ。ややハイペースといったところでしょうか。これが先行勢にどう影響するか。ここで大鳥コンサート先頭に変わりました。ここで先頭が入れ替わりました。ニホノブルボン、大鳥コンサート2番手に控えました。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ニホノブルボン先頭、2馬身から3馬身のリード。2番手はカリスタフレイム、カリスタフレイム必死に追います。この差は果たして縮まるか。やはりニホノブルボン先頭だ。2番手はカリスタフレイム、ニホノブルボン独走、ニホノブルボンぶっちぎりです。ニホノブルボン1着、2着はカリスタフレイム、これが世界を制した実力だ。ニホノブルボン